二人の英傑が新たに異界に現れた。その法を受けた曹操は淳育に命令を下す。群がる敵を追い払い、二人を仲間にしてみせよ。王佐の才である淳育の力を信じての命であった。曹操の期待に応えるため淳育は戦場へと赴く。彼の頭の中にはすでに勝利の策が描かれていた。淳育殿、尾酒はこちらに置いておけばよろしいか。はい、ありがとうございます。あの、私は本当にお役に立てるのでしょうか。もちろんです。この戦、皆様の協力なくして勝利は得られません。さあ、出陣いたしましょう。下手を打てば彼の将来は去ってしまうでしょう。みんな、どうか私の指示通りに動いてください。戦場中央に大軍と対峙している英傑がいる。強敵な劣勢だ。すぐに助けなければ。いえ、あの位置と敵の陣形を見るに。お待ちください。手出しは厳禁です。相手は小勢だ。このまま押し潰せ。後方部隊は南の城を抑え。城を取られては英傑の策が成り立ちません。敵が迫る前に倒してしまいましょう。こっちは撃っちまっていいんだな。槍の的だ。敵軍足にかける博打漬けがいるらしい。あいつまだ潰れぬか。よし、北に回り込む。後方から奇襲をかけ。あちらに行かれるのはまずいはず。急ぎ撃破してください。おじいが意味もなく引くもんか。避けよ、イカズチ。俺たち島津のお箱に違いない。余計な世話をしよう。だが、敵は立場など共に勝利を。はい、そこ。ここはいい。両翼、準備は良いな。かかれ。雷神が威嚇し、危ない。なんだ。やっぱりお順へは最強だ。鬼島津の戦、これから一緒に見せつけましょう。貴様もこの場に来ていたか。戦や釣りの理想、なんとかの一つ覚えで勝ててよかったな。よく知った顔もおった。ならばわしも共に参ろう。そしまでよ。似たような身なりの男にこの戦場にいるぞ。士官の誘いを断り城にこもって元の世界で仕事漬けだったなどと言い出して。きっと私のよく知る方でしょう。こんなことがあろうかと手土産を用意しています。そうですね、お一殿、お願いしてもいいですか。これを城にいる彼のもとへ届けてください。はい、私でよければお引き受けいたします。あなたのような才人が味方でよかった。よし、頑張れ。己の幸運に感謝せねばなりませんね。任せよ。酒と美女に対してはまさに歌うべし。奴の性格なら乗ってくるであろうな。常に冷静で的確な判断を下される。
純幾様がお味方で本当によかった。ジェスト、これが噂の釣りのぶせか。間近で見るとすげえ迫力だぜ。大ジェスト、純幾のやつ、釣りのぶせを読んで指示してたのか。やっぱ王座の才ってのは伊達じゃねえ。レネ、敵の増援がこちらに近づいている模様。なるほど、今いる敵は千軒隊、主力が来れば武将を介入する余裕はなくなります。橘が守る。貨幣を持って大軍を撃つ。見事だ、私には到底真似できない。シュレイ、シュレイ、シュレイ、圧倒的な力に。なんて先までも見透かす純幾殿の才、我が一族諸葛亮殿に匹敵するかもしれない。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。吠えよ雷神。立花が見届けた。立花と共に勝利を。はい、あなたのような才人が味方でよかった。己の幸運に感謝せねばなりませんね。行くぞ。おや、俺はまた随分と美しい姫君だ。それに私好みの美少女だけれどはありがたいね。さて、純幾殿に差し出るかも。やれやれ、もう少し羽を伸ばしたかったけれど。閣下よ、恩師がいれば心強い。この異界での戦いも切り抜けられよう。おや、曹操殿、おだてて働かせるおつもりですか。豪華な歓迎の宴があれば考えますが。お主はどこにあっても変わらぬな。よかろう、楽しみにしておくがいい。炎の剣を、うん、しぶとい。立花が出よう。よし、頑張れ。しぶとい。立花が出よう。先遣隊は無事か。法令め、今より参戦する。敵の増援とは。あの大軍、我らだけで立ち向かえるのだろうか。再会を懐かしむのは後にしましょう。義弘殿、どうかお力添えを。雷神が行く。閣下殿、あなたです。橘と共に勝利を。はい、おやすみ。敵の動きを見る。北と南の両面からこちらを包むつもり。北の大軍は義弘殿に足止めしてもらう。その間に主力は南の敵を殲滅してくれるかな。よし、七人俺に協力。まずは満足。実はこのようなものも用意しておった。なんだ、前に進めねえ。ああ、お花木君、始末の鉄砲隊か。まさかこんなところで拝めるとはな。足止めは十分。撃ち方やめ。よし、攻撃がやんだぞ。今だ、突っ込め。残念だけれど、
南方の部隊はもういない。義弘殿も敵も思い通りに動いてくれている。ああ、お前は最高だ。心震える感動とはこのことなのだな。無数の敵、まずは満足。鬼島津の戦、存分に地層してやろう。鉄砲隊で足止めをするなんて、あれが島津の戦。意識迫るものがありますね。義弘殿に任せて正解だったようだね。あの猛攻、敵はまず突破できない。白子様、さすがは古の名軍師ですね。完璧なご采配、感服しました。人がなれるなんて、その合流、あやかりたいものよ。異界に来よう、異形に襲われよう。足の生き方は可能。そう、博打の異常でおられるな。カカ、お前テキパキしてんな。見てて気持ちいいぜ。それがしがお相手しよう。そんな見事に負けちまうとはな。ああ、見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。カプカ殿の戦は手際がいい。私も見習わなければならんな。実に満足。良き戦であった。勝利を飾れたことだし、今夜は新たな仲間と飲み比べといこうか。改めてよろしくお願いします。頼もしい仲間を得られて幸運でした。何を言う。わしの動きはお主には筒抜けだったであろう。この結果も読み通りというやつではないか。いえ、そんなことはありません。味方の協力と皆さんの勇がなければ、ことはうまく運ばなかったでしょう。己の才能におごらず、どこまでも謙虚か。どこぞのお嬢に聞かせてやりたいわ。純育殿、変わりないようだね。曹操殿もいるのだろうし、今宵はじっくり楽しめそうだ。カクカ殿こそ相変わらずですね。お会いできて嬉しく思います。さあ、皆さんがお待ちかねです。我らの本拠地へご案内いたします。大幕臣、参ろうか。各方向、勝利は確定かな。頂上よな。うまくいったんだ。